はい、皆さんこんにちは。本日はですね、ライカの1インチモジュールですね、インスタ360RS に装着する、そちらを装着してですね、お散歩に来てます。はい、こちらのチャンネルでですね、このようにカメラや動画写真に関わることを情報発信させていただいているチャンネルになりまして、ぜひですね、コメントでこういろいろと皆さんとコミュニケーションを取りたいと思うので、何かこう気づいたこととか、こういう風にしてほしいとかみたいなことあったらコメントぜひいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、で本題に移りまして、一つですね、このようにブランケットの方にですね、ケースですね、こちらの方にですが、このような鏡をつけてみましてですね、自分がどこに映っているかっていうのを試してみております。まあこれ純正からもこのようなケースが出るみたいな話があるので、効果あるんじゃないかなと思って、まあただの鏡なんですけど、割と悪くないんじゃないかなと思って使用していますね。まあ真ん中に顔があるよぐらいのことは感じてきます。はい、今日は公園でサンドイッチを食べてみてます。このようにこう桜の木以外にもいろんなお花が咲いていて、いい季節になってきました。綺麗だった、いっぱい花が咲いてた木もこれだけ葉っぱが出てきちゃいました。季節のこう移り変わりっていうのは早いですね。はい、今逆光、完全に逆光、太陽ですね。で、撮影してますけど、どのように映ってますかね。こう、少し空の方とか映してみたりとか。あと、この今画面中央部に綺麗なピンク色の花があるんですけど、それとか映ってますかね。どうかな。こんな感じですね。このインスタ360RS ですね。こちらは本当レンズを交換できるっていうのが本当とっても面白い。で、もしかしたらこれからレンズの種類とかっていうのも増えんじゃないかなっていう期待も持ってたりとかするんですよ。で、このライカの1インチレンズっていうのはもうこうやっぱり画質ですよね。それがこう綺麗に撮影しようとした時に綺麗に撮影できるっていうレンズだと思うんですね。センサーサイズも大きくて。まあ、あと 4K ブーストレンズとか 4K ワイドレンズとか以前のやつですね。それらはこう汎用性、もしくは 4K ブーストレンズに関してはアクティブ HDR って面白い機能がついたりとか、まあ本当、あと360度の、まあ、レンズモジュールですね。そちらなんかっていうのはこう他のカメラだとなかなかできない、まあ、360度カメラと言われているチャンルのものをこの1台でそれぞれこなせてしまうっていうのが一つというかとてもでかい魅力だと思うんですね。まあこれからどういう風になっていくか、あとはファームウェアのアップデートでどういう風にこう性能が上がっていくかとか、新しいレンズ出るんじゃないかとか、そういうのをこう楽しみにしていきたいと思います。あとですね、こちらのカメラってですね、自分を撮ったりするときなんですけど、内蔵のですねフローステートを使うと、こう口の動き、まあ人の動きとですね、声がやっぱりこうちょっとずれてしまうっていうのがあって、まあ後編集がいいのかなっていうふうにちょっと思ったりしてます。まあ自分映さなかったらあまり関係ないんで、こういうふうに景色を映すにはとてもいい機能ですよね。まあそう、ちょっとした遅延とかそういうのっていうのは、これからどういうふうに改善されていくのか、またはそう後から編集で対応するのかっていうのも少し検証していきたいと思います。はい、本日はですね、ライカの1インチモジュールですね、そちらをインスタ 360RS に装着して、お散歩に来てます。で、こちら歩きながら桜の木をですね、オートのモードで撮影しています。どういう風に見えてるかなっていうのが家帰って編集してみるのが楽しみです。はい、このような感じで、30フレームで撮影しているので、超広角な動画が撮影できます。これが60フレームになるとだいぶ狭くなっちゃうんで、まあ、使いどころを考えなきゃいけないかなと思いますね。空の感じはこういう風に映ってます。
はい、今は 5.7K のワイドスクリーンモードで撮影してみてます。こちらがその 6K ワイドスクリーンモードと同じような感じで、おそらくその後から編集じゃないと手ブレ補正とか効いてないんじゃないかなと、こういう風な感じですね、思いますね。こちら映りとかいかがでしょうか。はい、今は 5.7K のワイドスクリーンモードで撮影してみてます。こちらがその 6K ワイドスクリーンモードと同じような感じで、おそらくその後から編集じゃないと手ブレ補正とか効いてないんじゃないかなと、こういう風な感じですね、思いますね。こちら映りとかいかがでしょうか。はい、今は 5.7K のワイドスクリーンモードで撮影してみてます。こちらがその 6K ワイドスクリーンモードと同じような感じで、おそらくその後から編集じゃないと手ブレ補正とか効いてないんじゃないかなと、こういう風な感じですね、思いますね。こちら映りとかいかがでしょうか。はい、今ですね、DJI アクション2とインスタ360-1RS ですね、そちらの、撮影モードをすべてノーマルにしてですね、あ、ノーマルじゃない、撮影モードをすべてオートにしてですね、こう夜歩いて撮影してみてます。こちらの感じがいかがかなと思いまして、まあ、こう撮影してるんですが、比較してみてください。で、こう街灯に桜がある感じですね。はい、こんな感じです。で、この後インスタ360-1RS の方を1インチモジュールに変えてみます。はい、こちらがですね、先ほどと同じ場所をですね、ライカの1インチモジュールですね。そちらでオートで撮影しております。写りとかいかがでしょうか。こんな感じですね。オートなんで、もっとこう設定に詰められるかもしれないんですけど、それでもまあこんな感じで映るという指標にはなると思います。センサーが大きいということで、光を集める能力が大きく強くなるはずなので、ちょっとは違うんじゃないかなって思いますね。はい、こちら完全オートでですね、このブーストレンズを使って、もう真っ暗、真っ暗というかその夜景ですね、新宿の方の夜景を撮影してます。で、これがフレームレートがですね、60ですね、4K60 フレームになります。こちらブーストレンズですね。はい、続いてこちらがオートでですね、4K ブーストレンズを使って、4K30 フレームですね、で撮影してみてます。このようにさっきよりはこうだいぶはっきりと綺麗に映ってるんじゃないかなって思います。こちら、新宿の方の夜景と空ですね。結構雲がいっぱいあるんですけど、こんな感じで撮影できます。ではこの後1インチモジュールの方ですね、映してみようと思います。こちらがまず、ライカの1インチモジュールを装着して、4K60 フレームで撮影してみてます。これ完全にオートの設定ですね。結構もうこう黒つぶれしちゃってて、ちゃんと映ってないんじゃないかなって背面の液晶を見てると思います。ではこの後ですね、30フレームに戻してみたいと思います。はい、こちらが 4K30 フレームのインスタ360-1RS のですね、画像になります。もう完全に真っ暗で、こうなんか背面液晶で見てると、街の光を拾ってるなぐらいの感じなんですけど、この後動画編集をしてみてどれぐらい映ってるかちょっと見てみたいと思います。まあこの、やっぱりセンサーサイズが大きいっていうことで、しっかりと光を捉えられるというところが大きなメリットになると思うんですね。で、オートなので、まあちょっといろいろと映り方とかっていうのは違うかもしれませんけど、暗いところで使うとですね、この 4K ブーストレンズよりも私は手ブレ補正がしっかりと効くんじゃないかなって印象があるんですよ。っていうのが、まあ使ってみてみてですね、楽しみかなっていうふうに思います、一番のところ。まあ夜出かけることが私結構多いので、そのような時に綺麗な夜景とかですね、撮れるといいなって思いますね。よいしょ。はい、ちょっと映ってるかどうかわからないんですけど、今私自撮りしてみて、本日はですね、こちら、ライカの1インチモジュール、インスタ360-1RS のですね、使用をしてみて、検証とか比較とかもしてみました。まあ、このような感じで、夜景どういう風に映ってるかなと思うんですけど、はい、こちらのチャンネルでですね、このように、まあ、こちらの場合は、インスタ360-1RS アクションカメラなんですけど、他にもですね、写真や動画、あと私の大好きなオールドレンズとかっていうのを楽しんでおります。一緒に楽しんでいっていただける方は、ぜひチャンネルのご登録と、私の励みになりますので、映ってるかどうかわかんないですけど、グッドボタンいただければと思います。
はい、ではですね、冒頭申し上げました通り、ぜひですね、コメントお待ちしておりますので、ぜひコメントいただければと思います。では、失礼いたします。バイバーイ。